おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はちょっとね、慌ただしい朝になりまして、というのがね、検診の方に今日も行ってまいります。まあ今ね、週に2回っていうペースになりました。かなりですね、近いんじゃないかなということでございます。皆様にもね、いろいろと気にかけていただいて本当にありがとうございます。まあ私のね、初めての子供が生まれますけども、まあそういうこともね、また皆さんのこのライブ放送の中で紹介したいと思います。さあ、それに先駆けて今検証をね、前回はこのスマホバッテリーが当たりましたんでね、これをお二人の方にお送りするわけなんですけども、今日はですね、ケトルですね、ケトル、こういう風なね、伸縮自体のケトルです。このような形でね、お送りします。あ、これこのような形でね、応募がありましたんで、この中から抽選したいと思います。楽しみですよ、伊波さん。早いですね。それでは今日のケトルが当たる方は、当たる方はこの方です。この方、見ずにね、引きますよ。お一人目、ダーン。お、ケトル YouTube 活動を応援していますということでね、いただきました。あー、どうも、ケトルが当たりました。リンパさん、リンパさんのこの当選に関わりましてね、発送先をまたメールで送ってください。リンパさん、おめでとうございます。発送先の連絡がない場合は、1日か2日ぐらいでちょっと再抽選して他の方に渡ります。お気をつけください。で、次ですね。さあ、どんな方に当たるのかな。こんなにね、朝早く検証してる人はなかなかいないと思う。しかもこのくじがね、これプリントアウトしたのをこうやって混ぜて引くだけというね、このなんともしょうもないと言いますか、これを、中西さんですね。はい、中西さん、中西さん当たりました。資金管理の考え方を教えてくださいという中西さんに当たりましたので、中西さん、ケトルおめでとうございます。今回はこのお二人の方に当選しました。はい、それではですね、ご応募いただいた他の方にも、まあ7名の方か、7名の方がちょっと外れてます。これからお名前を読み上げますんでね、7名の方、副賞がありますんでお楽しみに。一つはね、台所用品です。自分で買う気にはなんないけど、もらえるんだったらもらっとこうかなと思えるものだと思います。それから折りたたみ用のですね、椅子です。これがあります。こういう風にね、折りたたみ用の椅子でしょ。すごくね、簡単なこう作り方で、で、いろんなバッグとかに収納できてね、で、椅子座りたいなと思ったらすぐ座れるというものですけども、まあ、これもね、もらえるんだったら欲しい、自分で買う気にはならないと思います。それがちょうど7個ありますんで、これをお送りしますね。外れた方、外れた方にはこれをお送りします。では、残念ながらまず、三宅さん、三宅さんですね。三宅さん、安って言うんですか、三宅さんが、このダブルチャンスもらえます。あとね、涌田さんももらえます。椅子なのか、それともちょい置きリーフなのかは分かりませんけどもね。堀さんも当たりました。で、節猫さんにも当たりました。田中さんにも当たりました。田辺さん、おめでとうございます。ということで、ちょい置きリーフと、それから折りたたみ用の椅子、まあでもその際は使わせていただきます。というような形で、一旦検証はこれで全部終わりました。2日間に続けてやらせていただきましたけども、まあご応募いただいた方もね、いらっしゃいましたんで、ちょっとこれまたね、別の機会にもうちょっといい商品を準備してやろうかと思います。例えばどんなもの、使用品を用意するかというと、このね、アップル純正のイヤホンとかどうかなと思います。まあ、これをするってわけじゃないですよ。こういうことしようかなと思いますけどもね。ちなみにですね、私昨日これが届きました。iPhone の11 Pro Max、 なんとこれ20万ぐらいしますよ。すごいね、スマホが20万時代ですよ。512GB ですか。こんなにするの？でもね、私 6S からずっと買い替えてなかったんで、そう考えると5世代飛び越えてね、結構スマホにお金使ってないんですよ。
6S から放送はこの 11ProMax でやってますね。はい、そんな感じでございます。本日は以上ですね。では失礼します。